どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日は皆さんにぜひともお伝えしたいことがございます。2021年になりましてですね、これガズレレで新しい、プロジェクトをちょっとスタートさせようと思っております。今日はですね、そのご案内動画をちょっとねこちらにシェアさせていただきたいと思うんですけど、ズームでですね今日スペシャルゲストをお迎えして後にちょっと登場してもらうんですけれども、まずですね、あのガズレレっていつもね皆さん YouTube 見ていただいて、こうワイワイこうこんな風に弾くといいよとか、こんな風にコードがとか言ってやってるじゃないですか。あれ、ああいうことの他にもう一個やってるのって、こうウクレレの販売だったり、ね、これわがままウクレレ、初めてウクレレとか、この間あの、リリースしましたこのチューナーとか、こういうグッズはいろいろありますね。あのそれはですね、やっぱり同じ ガズレレの箱になるんですけど、このハードを扱うところを G ラボというふうに、まあ、銘打ってですね、その G ラボっていうのがベトナムに工場があったりとか、まあ、こういうチューナーとかこういうのデザインしてリリースしたりとかいう、まあ、そういうチームがあるんですけど、今日はですね、スペシャルゲスト、その G ラボ代表の上田さんにね、これからご登場いただきまして、これからね、ガズレレが面白いことでやるっていうことを、こう、説明を一緒にしていきたい、説明をしたいでいただければというふうに思っております。そのね、やりたいことっていうのは、まずタイトルからいくと、G プレイスというサービスというか、プログラム、プロジェクトを進めていきたいと思っています。ざっくりね、僕が、上田さんが登場する前に説明させていただくと、この今のね、ガズの、わがままウクレレとか、初めてウクレレって、まあ僕が YouTube とかでこうやってこういうのが出ましたよとか、まあ言って、まあネットで買っていただくってことで、一回も要は試し引きできないまま、皆さん、私をね、信頼していただいてるのもありがとうございます。そして買っていただけると思うんですけど、それでもやっぱりね、買う前に引きたいよねという声、やっぱりすごいいただいてるんで、そこで考えたのがですね、お店に卸すのももちろん最初のうち考えてたんですけど、ガズレレ仲間さんの中でお店とか経営されてる方いたらちょっと今日ご注目です。そこで、皆さん集まってきてくれて、こう試し引きできたり、なんかこう人が集まるスポットになったり、なんかそういうなんか新しい居場所作りできないかなということで考え抜いたのが G プレイスでございます。ちょっとそのことについて詳しくね、上田さんの方からちょっとご説明をしていただきたいと思います。上田さん、よろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします、はい、ざっくりでざざっとこのね説明をしていただければというふうに思うんですけど、お願いします。まあ大体ですね、今ガズさんが喋ってしまったんですけどすいません、おしゃべりなもんでいっぱい喋っちゃうんです。いえ、とんでもない、とんでもない。はい、思想のですね、とにかくの思想したいっていう要望が非常に多いんですよね。まあ、それでガズさんの方といろいろ相談をして、まあ、ガズレレならでは、G ラボならでは の、まあ、やり方はないだろうかということでは模索をしてきましたと。でそこでこう出てきたのが、まあ、G プレイスというまあ構想になるんですけども、ガズレレのこういわゆるファンの皆様の中には、いわゆるこう飲食業やられてるとか宿泊業なんかもやられてる方が見える、そういったところとですね、できればこう提携をして、ぜひ場所を貸してくださいと。でそしてですね、ガズレレファンの一員としてですね、販売をお手伝いいただけないかなということで、まあ、考えたのが、まあ、G プレイスになってます。まあ、従来のですね、いわゆる楽器屋さんとかじゃなくてですね、まあ、各地方、まあ、全国津々浦々の、例えばカフェとか、ペンションとかですね、まあ、場合によってホテルとか、まあ、そういったところで、我々のこの G ラボの製品ですね、これをこう、まあ、試走をして、もしお気に入っていただけたら、まあ、その場でこうご購入いただけるような仕組みっていうのはできないかなと、まあ、そういったことで、考えた、制度でございます。はい。はい、いや、僕もね、その間いろいろね、上田さんと話してる時に、これはね、面白いなと思ったんですよね。まあ、楽器屋さんで楽器買うのっていうのは、まあ、まあ、通常のあり方ですけど、まあ、ガズレレをやってる方っていうのは、楽器屋さんに足しげく通ってるっていうよりは、なんか、もっとね、ほっこりした、なんかこう、感じなのかなっていうのも思ったし、今ね、コロナということで、やっぱりいろんな大変な状況になってる、なんだけど、その中でもね、なんかこう、なんかこのウクレレ販売することで、その販売してくださるところにも、まあ、少しね、こう、サポートできればというような思いもあるし、まあ、やっぱりね、居場所作りっていうのもあるのかな。それでいずれはね、全国その G プレイスマップみたいなのを作って、どっか行った時に、例えば東京の人が関西方面行った時は、あ、関西行ったついでに、そこにね、G プレイスあるからちょっと寄ってみようかみたいな、そんなね、横のつながりも広がっていくのかななんていうふうに思うんですけど、その辺もね、面白そうですね。そうですね。実際にも G プレイスのその契約をしていただくと、G プレイスここにありますよっていうマップは、もう公式サイトの方から用意をさせていただきます。で、できたらですね、本当にそういうそのお店の紹介
みたいなことも、そういうサイトの中でしっかりこうやっていきたいなと。まあ、そんなふうに思う。いいですね。これ、ここで特別メニューありますよとか、カズレレって言ってくれたら、なんかこう、大事なことみたいな。はい。なんで、まあ、本当にこのパートナーの皆さんと、要はいわゆるウィンウィンですよね。うんうん。関係でやっていけるような仕組みがいいなというふうに思ってまして。素晴らしいですね。まあ、なんで、まあ、コロナが落ち着いたらね、もちろん僕もなんかその、あちこち行って、そこでなんかこう、YouTube でなんか撮るとかさ、なんかいろんなこともできるかもしれないし、まあまあ、やっぱり一番の目的は、とにかく触ってほしいっていうのが一番なんですけどね、それ考えてるうちにいろんなアイデアが出てきてるっていうのが正直なところですよね。もちろんそうですし、今ちょっとカズさんがおっしゃられましたけども、やっぱ巡ってもらうってすごいやっぱ面白いなと思ってるんですよ。うんうんうん。で、例えば、パートナー専用のですね、ステッカーを、Gプレイスステッカーとかですね、そういったものもですね、ご用意をして、行ったらですね、そのまあ、ステッカーがもらえますよとか、いろいろこう工夫をしてやってきたらいいなと思っております。はい。店の入り口のところにビザカードみたいなの貼ってあるところにね、なんか Gプレイスってね、シールがあったんで、ああ、この店は、つって、まあ、あ、ガズレレやってるんですとか言って、そういうのも面白いですよね。そうですね。そんな感じで行きたいなと。楽しそうです。やっぱりリアルにね、はい、やっぱ、つながる。まあ、こうなっちゃうと、このオンラインっていうのももちろん、面白いんですけど、そう、やっぱり、そういう意味で、こう、リアルで、まあ、集まれる場所っていうのはね、やっぱり、いいのかなというふうに思います。まあ、これ、しかも、斬新でガズレレっぽいですよね。こんなことやってるとこって、ありますかね？かつてないんで、非常にこう、面白いなと思ってますけどね。いや、もう、すごい、これ、ぶっ飛びなアイデアだなと思って、本当、田中、すごい、楽しみでワクワクしてますけど、いよいよそれが募集が始まるよというお知らせですね。そうですね。今月の、まあ、20日前後のところで、ちょっとそちらのですね、まず告知のサイトの方を出させていただいて、でも面白そうだなと思ってもらいましたら、よりですね、詳しい情報をですね、まあ、見れるようなサイトに、ぜひちょっとアクセスいただけるような仕組みを取ってまいりますんで、はい。はい、もちろん、ご応募をもしいただけたとして、精査っていうのは、ちょっと口が悪いな。なんて言ったらいいかな。でも、審査ですね。審査ね。まあ、審査っていうのがすごい上からみたいな感じがしやがって。そうなんだよね。なんか、どんなお店なのかとか、どういう環境なのかっていうのをしっかりこうチェックさせていただいて、やっぱりこうその G ラボとか、まあ、ガズレにとって、すごいやっぱパートナーとしてふさわしいところをですね、まずはしっかりこう選んでいければいいなと。うん、はい。はい。で、まあ、そこではですね、まあ、もちろんね、ガズの初めてウクレレ、ガズのわがままウクレレは、まあ、みんな触っていただいて、弾き心地を確認してもらうっていうのと、まあ、さっきもちょっと出しましたけど、このチューナーとか、今後リリースする予定、もう近、ね、近々これもリリースになると思うんですけど、このウクレレ弦も販売しようと思ってます。こういう弦のグッズの小物とか、あと、じゃーん、これ見てください。ガズレシピ、あれ、ガズレシピって聞いたことはないです。これ、ガズレシピってね、アプリの名前なんです。皆さん、ガズレレでアプリがあるんですよ、ガズレシピっていう。それで、ガズレシピの中で楽譜が見れるんですけど、その楽譜がなんと本になったんです。そうするとですね、これ見てもらうとですね、簡単バージョンとかっこいいバージョンと、こんな風に、両方書いてある楽譜になってますね。これ、こういうのね、これから、シリーズでね、これからリリースしていこうということで、こういうものもね、その G プレイスの中では、いろんな便利グッズとか、ガズレにまつわるグッズも、まあまあ、置いて、いけたらいいかな。まあ、皆さんにも、こんなのあるんだな、ってことで、知ってもらえるっていうのはまたいいかな、なんて思ってますけど、そんなのもね、同時か、続けてか、わかんないけど、やっていく流れで、初めて見るのに、やっぱりこう、ウクレレのこう販売って専門的な感じがするじゃないですか。で、とはいえというところで、パートナー様に対してはですね、私どもの方で、しっかりとですね、講習を受けさせて、やらせていただきますと。なので、まあ、実際こう、ウクレレを作ってる、まあ、川上とかですね。で、あと、まあ、そういう製品の知識が吉本とか、あと、まあ、いろいろですね、お客さんからも質問を受けることになると思いますので、それに対してお答えができるように、しっかりですね、こう、講習をさせて、やらせていただきますと。うん、やっぱそこ不安でしょうからね、はい、最初ね、やっぱり楽器を売ったこと皆さんないでしょうから、いろんな質問言われてってなると、ある程度最低限の、まあ、講習と、あと分かんなかったらもちろんね、ガズレレ G ラボ事務局の方でもしっかり対応していくということになっていると思うんで、まあ、その辺はまあ、ご安心いただければというような感じかな。まあ、万全な体制で、フォローさせていただきますんで。はい、やったー。はい。いやー、それはまあ、私が言うのもなんだけど、力、心強いですよね。まあまあ、まあ、
ガズレレ結局この音楽やる楽しさを広めたいっていうところありますから、まあそれにはやっぱ道具がいるだろうということで、まあせっかくね、そのまあガズレレ G ラボでこう楽器をまあ取り扱ってるもんですから、どうにかしてね、こう皆さんにこう、まあまずはね、こう弾いてもらいたいっていうところから始まったこのアイデアなんですけど、皆さんこの動画を見ていただいてね、G プレイスがこう広がっていくところなんか見ていくとか、なんか面白いことになるんじゃないかななんて思ってます。そういうわけでですね、本日は G ラボとガズレレが新しく始めようと思っているプロジェクト G プレイスについてちょっと説明をさせていただきます。もうざっくりなんでね、まあ本当によくわかんないっていう方もちろんいらっしゃるでしょうから、ホームページ、公開されますんで、ぜひともね、そのホームページの公開をお待ちくださいませ。はい。そして、まあガズレレではね、引き続き今もね、上田さんもおっしゃってましたけど、面白い商品開発をもうどんどん進めてるんで、またね、そういうことのご案内もどんどん、していけるというふうには思いますけれども、今回はひとまずこの G プレス、名前も覚えておいてください。はい、そういうわけで今日はですね、ガズレレと G ラボに関する、最新情報をシェアさせていただきました。引き続きこれからもよろしくお願いします。皆さんさようなら、ありがとうございます。上田さんもどうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、さようなら。ありがとうございます。